ことをお祈りしてこの礼拝を始めてまいりましょう。恵み深い天の父なる神様、愛する方と一緒にこうして礼拝を捧げることができる恵みをありがとうございます。どうぞ今日も御言葉を通し、あるいは祈りを通し、賛美を通して本当にあなたの愛に触れ、あるいはあなたの愛に触れていただく、そういう時間が持てるようにしてください。そして私たちの心をあなたが慰め、あるいは励まし、あるいは満たし、本当にあなたに愛されて生きていることの幸いを深く知ることができるように。主よ、どうぞこの小さな群ればかりではなく、日本中世界中で開かれようとしている礼拝を祝福し、そこに集う方々の上に豊かな祝福がありますように。またさまざまな事情や都合ことに、病床のゆえに、あるいは災害を経験し被災している状況の中で礼拝に参加することができない方々もたくさんいらっしゃいますけれども、主よ、どうぞそういう方々の上にもあなたの恵みが届けられて、主よ、どうぞそれぞれの状況の中であなたに向かって、あるいは愚痴をこぼし、あるいはあなたに向かって短い祈りを捧げ、あなたに希望を託すことができるようにお導きください。そしてどうかあなたが恵みを持ってそういう方々に触れてくださいますように。主よ、この小さな群れを始めから終わりまで整えて、今日本当にあなたに礼拝を捧げることができてよかったという、そんな時間にしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。一緒にいくつか賛美をしていきますが、最初の曲、リジョイスという曲からです。作られた曲なんですが、岩渕誠さんと私ずっと毎月1曲ずつ歌を作っておりまして、一応目標1000曲というふうに言ってるんですけども、
今のペースでいくとあと70年ぐらいかかるという計算でですね、どうなることやらという感じですが、その、曲の117番目の曲、今実は225曲くらいいってるんですけど、1000曲までまだ遠いなと思いますが、2007年に作った曲、愛が心に届くときという感じの、これ若い人のための曲というイメージで書いたんだと思いますが、愛が心に届くとき、一緒に歌いましょう。80年に訳されたという文語体の主の祈りですけれど、一緒にお祈りしましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめせて構え、御国をもたらせ構え、御心の天になるごとく地にもなさせ構え、我らの日用の糧を今日も与え構え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。もう一曲みんなで賛美をして、その後今日は、竹下しずさんに少し、賛美をしていただく時間になってますが、喜びが湧いてくるという曲がございます。
私たちのこの礼拝に、月に一度あるいは2ヶ月に1回ぐらい、竹下志さんがピアノの奏楽で聴かさって、そして竹下さんが聴かさるときには基本的にはこの礼拝の流れの中の音楽全部彼女が選んでくれるんですけれど、そういう中で礼拝を立て上げるための協力者として来ていただけていることを心から感謝をしています。でそういう中で彼女はご自分のコンサート活動をしたり、それから CD を作ったりして、でこの度前回来られた時にもお話をいただいたんですけれども、新しい CD が出たということもあって、じゃあぜひ礼拝の中で歌わせてもらいたいというので、エバーグリーンというエバーグリーン竹下シーズというもう緑一色という感じなんですけど、CD ができたということで、今日は少しゆっくり、竹下さんの歌を聴いていただいて、でその後私のダミー声を聴いていただきたいと思っておりますが、竹下シーズさんです。皆さんおはようございます。毎月のようにこちらに来て歌わせていただいております。本当に皆さんと一緒にこうして、また日曜日礼拝を、することができること、本当に感謝しています。以前からちょっとお知らせをというかしていたんですけれども、私の5枚目 の, アルバムがついに、4月の25日に発売になりました。本当にお祈り、たくさんの方にお祈りいただいて、本当にありがとうございます。今回は、全て詩編の中から、インスピレーションを受けて、曲を作りました。その中から今日は、何曲か聴いていただきたいと思います。最初に歌わせていただくのは奇跡というタイトルの曲なんですけれども、詩編の104編の33節というところを主に、インスピレーションを受けて作りました。奇跡
ました。次の曲なんですけれども、次の曲は詩編の22編から作った曲です。一度礼拝でも歌わせていただくいたことがだいぶ前にあるんですけれども、その時からちょっと、音楽というか音楽もそうですし歌詞の方もブラッシュアップしまして、よりその苦しみの本当にどん底のにあるダビデがどうやって、その苦しみの中から神様を見出していったのか、そして神様に賛美を捧げるまでに至ったのか、その辺のことを自分なりに、より深く表現、できたかなというふうに思っています。あなたへの歌という曲です。聴いてください。
最後にもう一曲だけ歌わせていただきたいと思います。最後の曲は、詩編の、8編4節から、作らせていただきました。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを変え入られるとは。こんな節句が書かれているんですけれども、自分の信仰の証のような、つもりで作りました。ただあなたの愛の中でという曲です。聴いてください。愛される資格のない私に注がれたその眼差し、許される資格のない私に
今私たちは毎週ローマの信徒の手紙からの学びを続けているんですけれども、今日も新約聖書のローマの信徒の手紙の5章の中の言葉からいくつかのことを考えていきたいと思っています。今日の箇所は5章の、6節からなんですけれども、こんな風に書いてあります。実はキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。日本語で読むとあまりこうピンとこないといいますか、例えばこの6節の言葉ですけれども、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださったというこの言葉があります。で、弱かったという表現はいろいろな理解が可能ですけれども、この場所における弱かったというのは英語ではヘルプレスという意味があります。ヘルプレス、これはもう無能力ということですよね。私たちが全く無能力であった時、しかもその後で出てくる言葉は、不信心なものという言葉が出てきますけれども、まあ、これはいわば神様嫌いというふうなことであっているかもしれませんね。無能力であり神様嫌いであった私たちに対してイエス・キリストがわざわざやってきて命を懸けて私たちのために救いを提供してくれたのだ。これ聞いてですね、なるほどなと思って、あ、いいじゃんと思う、それは分かるんですけれども、問題は私たちがあんまり自分がヘルプレスな状況というのを経験したことないですよね。日本にいればある程度何でもできるという部分があって、まあ、ものすごく貧しいとかものすごくつらいという状況があったとしても、ヘルプレスというところまではなんかねいかない、まあなんとかなってきちゃったという部分があるので、このどれほどありがたいかということに関しては個人差が随分あります。私は大学生の頃新聞配達しながら行ってた、大学に行ってたという話を何度もしていますけれども、4年間のうち2年間は学校がストライキだったので、全然勉強できず、4年分の勉強を2年間でやった。嘘ですよ、そんな4年分を2年間でなんかできるはずがないので、一応2年間でやったことにして卒業させてもらったということなんです。でその当時ね、私はアメリカに憧れていたんですね。私の友人が宣教師で来ておりまして、ね、私のとても親しくしていた宣教師、背がでかくてですね、昔海兵隊だったという元気なおじさんだったんですけども、で彼が「カドちゃん、やっぱりもしね進学校行くんだったらアメリカがいいよ」でね、アメリカカリフォルニアがいいよ、もうカリフォルニアはねもう別の国のようだよアメリカの中でもって言われて、そう絶対行きたいと思って、でその当時ビーチボーイズとか流行っていてですね、横のストライプ、分かんない人は分かんなくていいんですけどね、もうとにかくあのサウンドだよねみたいな、青い空のあのサウンドで、私ものすごくエキサイトしてですね、その人が行ったらいいよっていうからすごくエキサイトして、もうすっかり行けるものだと思い込んでですよ、すでにアメリカのパサデリナにあった私学校で勉強していた、たまたま私がよく知っていた先輩にですね手紙を書いたんです。まあ、その当時メールがありませんでしたから手紙を書いて、帰ってくるのに2週間ぐらいかかるわけですけども、でその長い手紙が返ってきてですね、なんて書いてあったかというと、関根君、アメリカは素晴らしい国で、アメリカに来て勉強することはとっても素晴らしいと思う。でもいくつか君に注意しておきたいことがあると、ね、その1、相当お金がないと辛い。もうこれを読んだだけでですね、あ、ダメだな俺なと思った。相当お金がないと辛い。特に1年目はなかなか奨学金なんかもらえないし、でマスターをやろうと思ったら相当お金がかかるから、もうとにかくよほど日本で頑張って貯蓄して頑張らないと、こちらでの生活はとっても厳しい。
それでですね、私もうその段階でギブアップしたわけですね。でさらに続いて2番目、英語が相当できないともっと厳しい。やっぱり英語は英語って言うけども、そのね、あのマスターをやる、ドクターをやろうと思ったら、やっぱり英語、まずは英語で何カ国語をやらなきゃいけないわけですから、とにかく英語については困らないぐらいの実力がないととっても大変だ言われてですね、もうあっさり諦めたんです。私全部無理と思ってですね、もうこれヘルプレスですね、もう全然無理と。お金はないし、ね、英語力もなかったし。でそんな時にですよ、オーストラリアのそのニューヤングという名前の宣教師だった人が私にやっぱり手紙をくれたわけですね。でそこにはですね、オーストラリアの進学校に来てみたらどう、ね、私の出た進学校でよければ推薦してあげよう、ね、それでお金のことについては私いろいろ考えたけれども、もしあなたが本当にオーストラリアに来るつもりがあるのであれば、私と私の友人であなたの授業料と寮でかかるお金は全部準備できると思うって言うんですよ。いい話じゃありませんか。アメリカはよっぽどないと困るっていう話ですから、オーストラリアは何にもなくても大丈夫っていうことですからね、やったと思うわけですね。それでまあその先生が、ね、本当に苦労して私のことを必死になって紹介して OK を取ったわけですね。それで私はまあ書類が届いたので、書類もたどたどしい英語でいろいろ書いて、それで送って何回かのやり取りがありましたけれども、そしたら副学長からある時手紙が来て、あなたをその学校に受け入れますという入学許可書が来ちゃったわけですよ。英語ができないのにですよ。いやーこれは何だろうと思ってね。で入学許可書が来て、でその入学許可書の一番下のところにですね、オーストラリア大使館に行って学生ビザを取るようにと、ね、で学生ビザを取るためにはこの書類が必要だと。で最後にオーストラリア大使館に行ったら学生ビザと一緒に英語の試験を受けなさいって書いてあったんですよ。あれどう思った、入学許可書が届いたのに英語の試験があるんだと思ってショックでしたね。で必死になって書類を集めて、で大使館に持ってって、それであの入学許可書来たんですけども、この学校のね入学許可書来たので学生ビザをもらいたいんです。でそのオーストラリア大使館の役人はめちゃくちゃ日本語の上手な人でですね、オーストラリア人だったんですけど、全然困らなかったんですよ、英語喋んなくてもね。それでも一応心配だったので、副学長は英語の試験受けろって言っていたので、見せるのは嫌だったので、見せたら絶対受けなきゃいけなくなると思ったので、でも嘘つくのは嫌だなと思ったので、その人に聞いたんです。すいません、私の行こうとしている学校からはもう入学許可書は来てるんですけれども、入学許可書は来ていても英語の試験は受けなければいけないのでしょうかって聞いたの。そしたらその人がですね、ちょっと待ってくださいってこう奥に入っていって、だいぶ時間待たされたんですけれども、でもその人が出てきて、あの関根さんが行こうとしている学校は宗教の関係の学校なので英語の試験はいらないと思いますって言うんですよ。やったと思いました私やったと思って、それですぐ書類を出して、で2週間ぐらいですから電話かけて、ビザで できましたよっていうか、ビザをピックアップして、その帰り道にこのお茶の水のこの建物のすぐ隣に昔あの旅行代理店があったんですけど、クリスチャンがやってた旅行代理店があって、そこに行ってですね、一番早くオーストラリアに行けるチケットが欲しいんですけども、いつの飛行機が空いてるでしょうかねって言ったら、あさっての便ならありますけどってか、じゃあそれでって言って、ずいぶんお急ぎです、あお急ぎなんですよって言いながら、すっごく高かったんですけどチケット買ってですね、で行っちゃったわけですね。でなんで行っちゃったかといえばですよ、話は単純で、行ってしまえばこっちのものだろうとね。でうっかりのんびりしててですよ、大使館から電話がなんかかかってて、関根さんやっぱり英語の試験とか言われたらですね、とってもまずいと思ったのでさっさと行ってしまったわけですね。でオーストラリアは、真夏でしたね、あの日本は真冬でした。この温度差をほとんど知らずに真冬の格好で、行ったもんですからね、もうそれだけで結構疲れたんですが、まあとにかくそんなことがあってオーストラリアに行って、オーストラリアのその進学校に行ったんです。まあ今進学校って言ってましたけども、言ってますが、その当時のオーストラリアの私の行った学校の正式な名称は、アデレードバイブルインスティテュートという、まあいわば専門学校みたいなもんですね。ところがですよ、私が行ってる間にバイブルカレッジオブサウスオーストラリアってなったんですね。つまり大学格上げになったんです。何度タイミングのいいことでしょう。カレッジだったら
ったら私は試験を受けなきゃダメだったわけですけど、ね、専門学校だったら大丈夫だった。でも卒業した時はカレッジの卒業証書をもらうわけですね。なんと運のいいことでしょうと思うわけですが、ね、つまりね、こうここで言っている、聖書が言っているこの無能力という、私たちがまだ弱かった時というこのヘルプレスな状況、私はアメリカには英語の試験ができなかったから行けなかっただろうし、お金もなかったから行けなかった。でもヤングさんがいて、しかもね、本当に英語ができなくて、私その学校の留学生、日本人留学生第1号だったんですけども、そこの学長は本当に優しい人でね、英語がほとんどできないにもかかわらずですよ、こう受け入れてくれるわけですね。ありがたかったですね。英語がわからないのに受け入れられるというのはね、もうね、なんというでしょうね、本当にもう砂漠で水みたいな感じね、砂漠の苦しみで苦しみにあってる時に水を一杯飲ませてもらえるような、だからといってこう英語できるわけになるわけ、できるようになるわけじゃないんですけど、なんかね、ほっとするんですよ、居場所があると思って。私その進学大学の歴史の中で、留学生、日本人留学生第1号だったんですけれども、最初の試験で私IQ テストで0点取ったもんですからね、その進学大学の歴史の中で初めての IQ0 という学生だったんですけど、無能力でしたね、ヘルプレスでした私。でもね、その学長はね、そんな私を見てくれて嬉しいんだよお前はって冗談でなく言ってくれたんですね。それは驚きでした私にとっては。 IQ0 の学生を軽蔑しない学者がいるという発見は、ある意味私の人生を変えたと思います。それで生き返るわけですよね。あ、いてもいいんだ。いろいろ失敗はあったし、山ほど、ね、間違いはあったし、今考えてですよ、私のところに誰かやってて、先生、私オーストラリア留学したいんですけど、英語全然できないんですけどっていう人が来たら、私は間違いなくやめとけって言いますよ。本当、私だったからよかったっていうか、私知らなかったから大丈夫だったけど、知った者としては絶対行かない方がいい。そういう状態では大変です本当に。しかもそんな状況の中で1年目から英語がわからないにもかかわらず、英語の授業の中でギリシャ語の勉強をやるんですよね。どうですこれ。もう最悪なんてもんじゃないですよね。でもね、不思議なことにですよ、いていいんだという心が育つと、ね、自分はダメだなっていう部分を もうしっかりこう体に染みつくほど、嫌というほど知っていながら、でもいていいんだなって分かるとね、人間は希望を持って笑いながら、失敗を笑いながら上に上に向かえるようになってくるんですね。3年いて、一応3年でその学校卒業できたんでしょう。幸いのことだと思います。本当に不思議なことだと思います。これはね、私の能力とかじゃないですよ。みんな周りがおだててくれてですね、無能力な私を本当に有力な人たちが取り囲んでくれて、私をずっとこう担ぎ続けてくれたということの結果なのだと思います。神様との関わりに関して、私たちは全くその神様との関わりを正常化するためには無能力な状況であり、しかも神様嫌いだったのだとパウロは言います。でもそんな私たちのために定められた時に、私たちのために死んでくださったというんですね。しかもさらに読んでいくと8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。罪人という言葉は聖書には出てきますけれども、パウロの文章にはよく出てきますが、罪人という言葉は必ずしも犯罪人という意味ではないですね。これちょっと書いておきましたが、神様の道を最初から踏み外して生きている人、そしてどのようにそこに立ち戻ったらよいかわからない、神様の定めは神様の基準から逸脱している、そこから状況をこう頑張って戻せない、ずっとこうずれている、神様の基準からはずっとずれている、しかも自分でそのずれに気づくことがあっても直せない、あるいは十分には気づくこともない。だから良いことをやってるつもりが神様に対してはとてもとても大きな迷惑をかけているということにもなりかねない、そういう、まあ、いわばズレ人と言ったらいいかもしれませんね。もう何をやってもズレている。でもちろん神様の目から見て、これは素晴らしいねということをね、罪ある人間でも
こうクリエイトすることができるんですよ。これはちょっとこの間のバイブルワークショップでも少し話をしたんですけれども、私たちは気をつけないと、神様を喜ばせることはクリスチャン以外できないというふうに考えていますけれども、必ずしもそんなことはないんです。人間に与えられた能力はとても素晴らしくて、罪があってもですよ、神様との関係が壊れていても、人間の社会において、あるいは神の目から見て、これは素晴らしい作品だねということを作ることができるんですよ、人間は。つまりクリスチャンでなくても素晴らしい音楽を書くことができ、クリスチャンでなくても素晴らしい詩を書くことができ、クリスチャンでなくても素晴らしい絵を書くことができる。時々私たちはそういうことを認めたくない空気が教会の中にありますよね。なんかいいことができるのはクリスチャンだけみたいな、それは、ね、結構危険だと私は思います。もちろんそれを頑張ったからといって救いに到達するわけではない、それをずっと続けたからといって神様が救ってくれるということではないでしょう。そもそもそういうことをずっとやり続けること自体ができませんから。でも素晴らしい作品、それはね、クリスチャンであるなしにかかわらず神が人間に与えてくださった能力としては与えられているので、私たちは、ね、素晴らしい絵画の世界にしても、音楽の世界にしても、あるいはスポーツの世界にしても、素晴らしいねと言っていいんですからね。クリスチャンじゃない人がそういうものを、ね、作った時、でもなクリスチャンじゃないからなってそっぽを向く必要ないですよ。良いものは良いものだと思います。でも教会の中にどっかですね、でもなクリスチャンじゃないからなって、もう軽蔑してるわけじゃないんだけども、なんかこう線を勝手に引いてしまうというね。それはね、もしかすると正しいことではないかもしれません。そもそもその人だって神様によって作られた、神様の目から見ればとっても大切な人なので、ずれてるという面はあるにしても、神様は最初からその人を滅ぼそうとは思ってないんですね。そういう罪人というのは、そういうずれた存在、そんな私たちのために、父なる神様はキリストをお使わしになって、そしてキリストが私たちのそのズレの部分を全部引き受けて、それを修正するための苦しみ、修正するための代価、そういうものを全部引き受けて十字架の上で死んでくださったのだ。で、それは神の愛なのだ、ね、それは神が私たちに、罪人、ズレてる私たち、無能力な私たち、神様嫌いの私たちに対して、キリストが死んでくれるほど愛し、私たちをこう守ろうとする、救おうとする、それは神の愛なのだと聖書は言います。で、ずっと読んでいくとさらに気になる言葉が出てきて、それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらですと、こう書いてあって、ここに神の怒りとか敵であったという言葉が出てくるんです。パウロはこの文章を書きながら、この読者に対して、いいですか、私たちかつてはみんな同じなんですけれども、神との関係においては無能力で、自分で自分を清めることはできない、自分で自分の救いの道を作ることができない、しかも神様嫌い、心の中には神様嫌いがあって、自分が作った神ならいいけど、自分を作った神に支配されるのは許せない、そんな思いがあって、しかもなんか神様の言ってることは分かるような気がするけど、いつの間にかこうずれた道に行ってしまう傾向性を持っている、そして神の怒りの下にあり、神の敵として生きていた私たち。でもそんな私たちを神は本当に愛し憐れんでくださって、神のもとに引き寄せ、神の愛で満たし、そして本当に何にもできなかった私を全部洗い清めて、全部心の内側を整理して、神の心が分かるように、そして神を称えながら生きていくということがどんなに素晴らしいことなのか、神に愛されて生きていくということがどんなに素晴らしいことなのか分からせようとしてくださったのだ。そして今日ぜひ覚えて帰ってほしい言葉があるのです。それは11節の言葉、それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしていますというこの言葉です。新教文訳聖書では神を誇りとしていますというふうになってますけれども、この誇りとするという表現は
大いに喜ぶというふうに訳される言葉です。つまり私はこんな状況だったのに救い出されて私は神を大いに喜んでいますという言葉で終わるんですね。つまりね、イエス・キリストを信じてクリスチャンになって一番最初に起こされる、心の中にもたらされる一番大きな変化は何かというと、神を喜べるようになるという変化です。神を喜べるようになる。神様は何かをくれたとか、神様は何かやってくれたとかいうことの前に、神がいてくれるということを喜べるようになってくる。それが実はクリスチャンになって一番最初にもたらされる心の大きな大きな変化です。今までは神様嫌いだったのに、神様の存在そのものを喜べるようになってくる。今まではなんとなく無能力で神様のことを聞いても全然分からなかったのに、神様のことをもっと知りたくなってくる。神の敵と言われていた私たちが罪許されて、神と和解させられて、平和の関係が育って、恵みの中に置かれていることが分かって、ああ本当に私は相変わらず無能力で何もできないけれども、神様がいてくれるってありがたいことだよなという喜びを私たちは1年365日毎日毎日味わうことができるのだ。弱さは相変わらずあるんです。私は相変わらず無能力な部分がいっぱいあります。神様だけを当てにしなければならない部分っていっぱいありますが、でも神の方から積極的に近づいて、神の方から積極的に御子イエス・キリストを使わしになり、神の方から積極的に犠牲を払い、私の罪のために全ての許しの必要な面を全部備えて、神が痛みを経験し、神があらゆるものを支払って私たちを解放し、私たちの罪を許し、私を神の身内にしてくださって、そして神が私たちを喜んでくださっているということを味わわせ、私たちが神を喜べるようになる。オーストラリアのヤングさんは仲間と一緒に3年間私のために全オーストラリアにおける全部の授業料と、寮のお金を全部支払ってくれました。私は一度もその件に関して悩む必要がありませんでした。そして全部終わって卒業直前に電話をかけて起こして、あといくら不足しているか調べてほしいって、で事務所に行ったら、あと200ドルぐらいですっていうから、それを伝えたら、分かった、それじゃあそれは一両日中に振り込んでおくから心配しないように。でしかも卒業して、まあ、卒業式の前の前あたりの日にお話、まあ、夕飯食べながらヤングさんとお話をして、これからどうしようという話になったんですけども、ヤングさんは、私としてはこういう希望を持っているけれども、最終的には神があなたに望んでいる事柄を選びなさい、私はあなたを助けることができた、それは嬉しいことではあるけれども、あなたを縛るつもりは全くないのだ、だから神があなたに期待していることをその通りをやっていけばそれでよい、私はそういう中に何かイエス様の愛を見たような気がするんですよね。うん、縛るための愛ではないんです。縛りつけるための愛ではないんです。本当に生かすための愛ですね。イエス・キリストは無償の愛であなたを愛したのは、あなたを教会に縛りつけるためではないんです。あなたがイエス・キリストに愛されたのは、あなたが今生きている場所で本当にイエス様と一緒に神を喜びながら生きていくということのためです。神を喜びながら生きていく、神に愛されていることを喜びながら生きていく、そしてその神を喜ぶというその出来事の延長線上に、自分を丁寧に取り扱い、自分の命を大切にし、そして人を愛するということがつながっているんですね。神を喜ぶということから、全ての人間の営みのさまざまな部分へのこう活力が流れていくということなんです。神を喜ぶ、礼拝というのは神を喜ぶ場なのです。神を喜ぶ、そしてもちろん神を喜びながら、今日も一緒に礼拝できてよかったですねというね、そういうお互いのこうケアの場、お互いにいてくれてよかったですよ、よかったですね今日もねという、そういう確認の場、そういうところが私たちに許されていることはとても嬉しいことだと思っています。無能力であり
神様嫌いであり罪人であり怒りの下に生かされており、神の敵であった私たちが神の圧倒的な愛によって罪許され、そのまんま許されて神の愛で満たされ、神を喜びながら生きていけるようにされた。パウロはここにこそ福音の力が見れるだろうとこういうのです。それが福音の力なのだというのです。で、私はみんなそういうことを少しずつ少しずつ味わいながら今日を迎えているんですね。神様、どうぞもっともっと私が何かできるから神様に愛されているということではなく、私は何にもできないけれども愛されていることの幸いをもっと深く味わってください。そんな思いを持って生きていけたらと思います。一言になりましょう。恵み深い天の父なる神様、無能力とか弱いとかいう言葉を聞いても、どこかででも自分でなんとかなるさという思いを持ちやすい私たちを許してください。あなたとの関わりに関して言えば、私たちは全く何をすることもできず、ただただ諦めるしかない、希望の持てない状況にいましたが、あなたの方から近づいて、あなたの方から痛み、あなたの方で犠牲を払い、罪の許しと永遠の命をお与えくださり、神の子供としての立場をお与えくださり、しかも日々恵みに恵みを加えさせてくださっていることをありがとうございます。主よ、私たちのような小さなものを生かしてくださって感謝します。どうぞ日々の生活の中でますますあなたを喜び、そして自分を愛し人を愛して生きていけるようにお導きください。仰ぎ願うは、私たちの愛する救い主御子イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊なる神の親しい交わりとが、私たち一同とともに限りなく豊かにありますように。アーメン。